鳴り響くサイレンの音に合わせ祈りを捧げる人たち。奥尻島は今日、鎮魂と教訓を胸に刻む一日となりました。1993年7月12日に発生した北海道南西沖地震、死者行方不明者は230人に上りました。中でも震源に近かった奥尻島は最大29メートルの津波に襲われ、198人が犠牲となりました。いや、あんなことはもう二度と起きてほしくないし、7人も私のおじさん方一家が7人亡くなってんでしょ。だからね、発生から30年となった今日、慰霊碑の時空礁には献花台が設けられ、大勢の人が訪れました。災害から得た教訓と貴重な体験を、まあ、風化させることなく、沿岸部に住むたくさんの方々の津波防災につながるような、そういう行動をしていかなければならない。特に津波で大きな被害を受けた青内地区の小学校では、津波を想定した避難訓練が行われました。地震の翌年から続けられている訓練で、児童たちは非常ベルが鳴ると同時に高台に駆け上りました。本当に来た時、心の準備をちゃんとして逃げようと思います。